ありがとうございます。今日は本当にお忙しい中、3名の先生に今日振り返りということで、一言ずつ1分ずつお願いいたします。じゃあ、分かりました。大雑把にですね、どういう背景かっていう話をしたんですけども、2020年以来ずっと失敗をし、し続けた組織が WHO なんです、そこでなんとか挽回しようと思ってやってるのが、IHR だと思います、ということで、我々はその背景をしっかりと分かった上で反対しないといけないというふうに思ってます。そうですね。以上です。はい、ありがとうございます。井上先生、おそらく海外の、国々はやっぱ不信で成り立ってるから、WHO の策略はもうかなり国民が認識してると、ところが日本だけはやっぱお人よしでね、もう鎖国状態にあるので、もうこれおそらくこの IHR やパンデミック条約に関しては日本が徹底的に被害を受けると、まあそういう状況で、これは私はね、多分3発目の原発に匹敵するような殺傷力を持つと、これがまあメッセンジャー RNA ワクチンを他国は作らなくても日本だけが作って、まずは国民に打たせると、そしてやがてはまあうまくいけば外に、特に東アジアなんかにね、売り出していくと、そういう前哨戦としてワクチンビジネスが IHR の本質だろうというふうに思いますね。だからそういう意味ではもう彼らが安心してくださいというのは、泥棒からね、安心してくれと言われてるような同じようなことなんで、やっぱり彼らの文化を理解した上で、こちらもその上でそういうもんだという対応策をしないと、本当にお人よしの日本人は全部やられますね。林先生、最初にズバッと言っていただいたように、最終提示が1月27日じゃなくて5月だというのが一つ焦点だったと思うんですが、第2回の動画を見ていただいた方ね、WHO の法務部が、それで条件を満たしているというふうに解釈判断してるっていうふうに述べたんですよ。厚労省の女性の方が、名前言わないですよね、完全に詭弁っぽいですよね。何を言ってるのという感を今日抱きましてね、そういう意味で今日どこまで言っていいのかわからないんですが、仕掛けてるなと、彼らはあちら側だなと、ジュネーブ側だなという、すみません、感覚で申し訳ないんじゃないですか。いやいや、おっしゃる通りですね。それとジュネーブといえばね、今ダボスでやってるディズイーズ X 20倍、で AI でワクチンで、それでパンデミック条約と、でシュワブは絶対に5月にやるって言ってますね、今年の5月に総会で。一連のシナリオがもう天真爛漫に出てると思うんですね。多少しは焦りつつだけど、それでも止められないこの我々は何かと、止めようとしてるわけですけどね。そして先生方おっしゃったように、そのターゲットは確実に日本、もう重点地域ですね、なんとかしなきゃいけないと、今日ますます役人の方の対応を見て心を固めましたね。そうですね、だからこれを多くの国民にいかに知ってもらうか、そして国会議員が知らないことにはですね、もうちょうど今僕ら例の裏金で今日ももう、しっちゃかめっちゃかなってて、でその間にこれが通ってしまうと、でこれはもうとんでもないことなんで、あと今日の振り返り、今日の会議のポイントを一言ずつお話しいただいて、先生から、今日の振り返り、先ほど述べましたように、とにかくあれだな、こっちが何言ってもなんていうか縦板に水というかね全然乗れぬ、そうですね、その一言に尽きる、我々からやっぱり発信していかなきゃいけない、会をテコにね、そうですね、発信していくということに尽きるかなとですね、ちょうど明日から国会が開会するわけですけど、いいタイミングで皆さん集まっていただいてありがとうございます。ぜひ質問、もちろんお願いしたいと思います、私財務金融委員ですから、つまりオールマイティ、スペードのエースを持ったみたいなものなんですね。あと聞きにくいこと一つだけ、すみません、原口先生は命がけでやっていただきたいんですけども、どこの政党ということではないんですが、例えば所属の政党 の、その中房というかですね、現執行部はこの問題を最優先テーマに取り上げるという、取り上げさせないといけないですよね。だからそれは各政党に広げて、一番大事なのは与党、だから自民党さんからも来てくれてるし、公明党さんは今日は見えなかったけども、とにかく議席の多いところもちゃんと説得しないといけないですね。よろしくお願いします。はい、
じゃあ井上先生、まあね、これあのもう医学の手を離れてると完全にこれは政治マターなんですよね、まあ、そういう意味ではもう政治家がきちっと対応してくれなければ国民はどうすることもできないと、まあ、そういう意味では今あの裏金問題でね、あの吸った問題して自民党なんかがたくさんあの離党者が出てると、で彼らはまああのいろんなあの手が汚れてるようなね方もおられると思うんですけども、だけどもあの一番大事なあのスペードは何かというと、やっぱり次に今のままだった自民党にいたら当選しないと、その恐怖心ね、でその時にちゃんとしたことをやる人にはみんな国民が投票しますと、やっぱりその武器をね今こそ日本国民が自分の一票を行使する最後のチャンスになるじゃないかと思いますね、ぜひそのためにも正しい情報を議員さんにもそれから国民にも同時に発信すると、まあ、そういう意味では先生はもう一番大事な要になってるんで ね、まあ、お体に気をつけて頑張ってください。もうがんも寛解したんでですね、おかげさまで。じゃあ無理です、欧米がどうなっているかっていう情報が非常に重要だと思ってまして、欧米ではもうメッセンジャー型ワクチンは絶対打たないという流れなんですよ。問題点が非常に明確になってきたと、いうことはもう1年ぐらいこのステップを遅らせると、欧米は非常に反対しますから、 IHR にしても新しいパンデミック状況全部失敗してしまうと、いうことで、今しかもうやれないと思うんですよ。反対に今がストップできれば、もううまくいかないと思います。これなるほど、今が一番大事だと思います。であの MRN、もう一つ問題は日本だけがですね標的になっていて、mRNA 型ワクチンの福島に工場が作られて、今でも打ってるわけですよ、7回目8回目でしょ。で、本年度は定期接種まで始めると、でこれは異常なんですよ。非常に異常なことで、もう副作用が山のように出てしまって大勢死んでるもの、なぜ定期的にね打つのかいうあたりは非常に問題ですし、打てば打つほど感染しますから、日本だけが最後までパンデミックを引きずる可能性あります。だからこれ、両方止めないといけないと思う、IHR も止めると。そういう意味で、ね、今日薬剤師さんのね、あの女性が非常にきちっとした発信、地方自治体どうするんだ、やっぱりねその、政治の問題と、やっぱり多くの医者にとってもね、遺伝子ワクチンが根本的なミスであるということを理解できてないんですよ ね、 そうですね。自分の体の中で病原体のタンパク質を作らせるというと、作ってる細胞全部免疫の攻撃対象で殺されるから、要するに自己免疫疾患で死んでしまうと、そういうものが遺伝子ワクチンなんですね。やっぱりその事実をきちっとの議員さんに伝えると、やっぱりそれは自分たちの家族もやがてはね、その餌食になるし、特にレプリコンになるとこれはもうシェディングなんかで拡散する可能性が非常に高いんで、これはもう自分は打たないから大丈夫なんてね思ってたら、もう一気にパンデミックに広がる可能性あるんで、やっぱり基本は専門家がちゃんと専門的な情報を発信するってことですよね。逆にそれが向こう側に行っちゃうもんだから、もうみんな国民がやっていけないし、それから専門家といえば僕ら立法者、政治家ですね。政治家が分からないからそのまんまああやって暴走させてしまっているということで、いやでも今日は佐々木先生ありがとうございました。